朝ドラ、ブギウギ、振り返り愛助の身に何が。来週予告にネット反応、切なくなる予感。NHK 連続テレビ小説、ブギウギ、月曜から土曜午前8時、の第16週、ワテはワテ出す、振り返りが20日に放送された。以下ネタバレを含みます。さよ、富田美優が突然付き人を辞めると言い鈴子、首里の元を出て行ってしまう。さよがアメリカ兵と付き合っていることを知った鈴子はとても心配するが。一方、鈴子の元には、喜劇王、タナケンこと棚橋健治、生瀬勝久、から舞台に出ないかとのオファーが来る。これを仕組んだ羽鳥善一、草なぎ剛の後押しもあり、鈴子は初めての女優業に挑んでいく。来週の第17週、ほんまに離れとうないの予告も放送された。鈴子と愛助、水上講師に対して、愛助の母であり、村山工業の社長である村山富、小雪は、結婚するのであれば歌手を辞めるか、歌手を辞めないのであれば別れるようにと伝える。鈴子は、愛助と一緒になるのであれば歌手を辞めても良いのではと考えるのだが、一方、羽鳥善一は、鈴子が歌手を辞めることに大反対し、一緒にジャズカルメンの舞台をやろうと誘う。そんな時、愛助が再び喀血する。ネットも来週予告の展開に反応した。X、旧 Twitter には、今週のブギウギめっちゃ面白かった。総集編でもう一回感って泣き笑い、愛助が再び血を吐く、詩集タイトルの、ほんまに離れとうない、は果たしてどういう意味なのか、来週多分号泣の予感、来週なんだか不穏。来週のブギウギが切なくなる予感しかしない、などとコメントが並んだ。同ドラマは109作目の朝ドラで、首里が戦後の大スターで、ブギの女王、笠木静子さんをモデルにした主人公鈴子を演じる。大阪の下町にある小さな銭湯の看板娘が大阪、道頓堀にできた少女歌劇団へ。戦争の苦難を乗り越え、スターへと駆け上がる姿を描くオリジナル作品。主題歌の、ハッピー、ブギは、ドラマの音楽担当でもある服部隆行氏が作詞、作曲。エゴラッピンのボーカル中野よしえ、シンガーソングライターの酒井優と、首里が歌唱。語りは、朝ドラ送り、で人気を集めた高瀬耕造アナウンサーが務める。